市街区インテルマヤミ現在リーグ再開。インテルマヤミ、アメリカのリーグで再開やん。わらメッシ行く頃には降格してんちゃうの？一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。今再開だよ、マヤミ。メッシ、本気？アメリカで再開のチームにメッシが取られるの悲しすぎ、それと同時にそれにすら勝てないバルサに失望。今年インテマヤミ再開やん、メッシ行くのやばって言ってる人へ。向こうのリーグは給与設定がしっかりしていて、リーグの中でレベル差があまりなく毎年順位が読めません。アルゼンチン人にとってのマイアミは日本人にとってのハワイのようなもので、芸能人や企業家、スポーツ選手の多くが別荘マンションを所有していて、ラテンアメリカ人が多くスペイン語が通じることからカゴしやすくて身近な街。メッシを見るために渡航する人がますます増えそう。メッシがリーグ再開のクラブをどの順位まで導けるのか楽しみですね。再開からの優勝を狙うしかない。カンパーニャとメッシ中心に攻撃組み立ててガンガン点取るぞ。救世主メッシ、